はい、ということで始まりました長鳥チャンネルでございます。上高地続編でございます。上高地、いよいよついにですね、かっぱ橋のそばまで来ています。長鳥が初めてかっぱ橋を渡るというですね、今日はですね、明神池まで目指してみようと思っているんですけども、前半歩いてみてちょっと感じましたのは、上高地って結構歩きやすいなと。結構平地なんですよね。あの上りとか下りってそんなにないので、スイ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 歩けるなという感じです。で、地面もですね、土か木道なので、とても歩きやすいなといった感じでございます。今日はすごくチラ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 と見られながら、逆に挨拶しながら行ってやろうかなと思ってますけども、ぜひですね、またですね、皆様にもですね、お届けできればと思っております。上高地の魅力満載でいきたいと思います。長鳥、早速かっぱ橋に向かっていますけども、すごいですね、山がこうさっきよりも近くなってきた感じがします。めちゃくちゃ混んでます。やっぱり光くん、雄星くんと来たかったな。もうね、小太郎くんはね、どっかね、写真を撮らなきゃとかどうだとかって言って、もうどっか行っちゃいましたんでね。あいつまた俺のことほったらかしやがって。いよいよですね、渡ってみたいと思います。あ、すいません、すいません、かっぱ橋来ました。めちゃくちゃ混んでます。これからかっぱ橋に突っ込んでいきたいと思います。あ、すごいですね、かっぱ橋から。あ、すごいね。かっぱ橋からの景色です。ですね、ここからかっぱ橋渡りきりまして、明神池目指して歩いてみたいと思います。ちょっと川沿いの方歩いてみちゃおうかな。いいじゃないですか、あの谷に見えたのが岳沢だったんですね。なるほど、ここすごい贅沢な散歩にして感じ。あ、すいません、こんにちは。コミュニケーション取れるとちょっと高まってきますよね。一人もなんかちょっとだんだん慣れてきましたね。普通の靴でも来れる感じですね。ただ寒い、ちゃんと暖かい格好してもらわないといけないなと思いました。おおい、こういうとこもあるんです ね。なんかありますよ、美しい感じのところが。いや、なんだこれ、クマベルが増えましたね。クマベルあったら絶対に鳴らすというルールで言ってます。明神池まであと2キロです。こんにちは、こんにちは。さあ行きますよ、強い気持ちで行きます。しかし、まあ本当に歩きやすくしてくれてるんだなって思いますね。木道もそうですし、川沿いも歩きやすくこうやってね、作ってくれてますんで、正直想像以上に気持ちよく歩けてます。ちょっと小走り気味でもいけるかなっていうぐらいの感じですね。かっこいい川を渡るとこ、いきます、いきますよ。見てください、またかっこいい川を渡るとこ。はい、こんな感じです。だんだんこう川の感じがこういい感じになってきましたよ。さあ、まもなく
明神池に近づいているような気がしてます。長鳥着きました。明神橋があるということはもう行きますよ。ダン、明神池です。すごい、これが穂高神社のご本尊と言われてます。行きましょう。この奥にあるんでしょうね、穂高神社奥宮診療地です。500円なんですが、払って入ってこようと思います。明神池来ました。ほらまたこんな感じ。あ、すげえすげえな。でこれが二の池。あ、一の池。すげえとこまで来ました。続きましてが、明神橋です。ここですよ。明神橋、はい、じゃあ行きます。うわー、これもまた気持ちのいい感じですね。気持ちいいなー。あー、いいなこれ、これはいいな。揺れますね。こんにちは。はい、こんにちは。すいません。こんにちは。分かれ道でしたが、ぽかったですけど、分かれ道じゃなく、これ一本道っぽかったです。ちょっとまっすぐ行きます。噂の明神館でございます。旅館ですね。こんなところにある旅館、素敵ですね。長鳥、はい、ということでお送りしてまいりました。今回上高地編でございます。上高地明神というエリアに最後締めたいと思います。上高地、噂にたがわぬ迫力と気持ちよさで、ありました。ぜひ皆さんもですね、上高地へお出かけしてみてはいかがでしょうか。そして中央タクシーさんの方もぜひ使ってみていただいて、貸し切りでですね、タクシーで来るとですね、結構やっぱり快適に過ごせますのでね、おすすめでございます。じゃあですね、次回もまた、お楽しみにお願いします。それではバイバイ。